こんにちは、みほとけです。夏がもう終わろうとしています。まだまだ残暑が残るこの季節、日本のお寺にまつわる伝説を皆さんにお伝えします。少しでも涼しい夜になればいいですね。痛い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 。遠くても一度は参れ善光寺。長野県の信州にあるとても歴史のある大きなお寺さんです。創立は1400年前です。国宝の大きな本堂は内陣と呼ばれる中だけで152畳もの大きさのある大きなお寺さんです。ご本尊の一光三尊阿弥陀様は絶対秘仏とされております。そんな由緒ある大寺院善光寺にまつわる伝説、25菩薩像というのがいます。これは死んだ人が極楽浄土に往生するときに迎えに来てくれる阿弥陀様とその周りの菩薩様25人で蓮台と呼ばれる蓮の花に乗ってパーッと来迎迎えに来てくださるんですね。この善光寺の本堂の中、一般の人が参拝する場所よりも中、お坊さんがお経をあげる場所、それが内陣です。それのさらに内側、もう大事な仏像がいる場所、それが内内陣。その内陣と内内陣を隔てる壁に25体の菩薩様が仏像となり彫られて貼り付けられているんです。まるで参拝をする人は天井から菩薩様が迎えに来ているのを感じるように上からふーっと降りてくるのを見ているかのような仕組みになっています。そんな25菩薩の仏像、25体あって当然なんです。しかし 1,2,3,4,5 数えてみると実は26体いるんです。なぜ一人増えたのか、よく見ると一体だけは菩薩の姿をしていません。頭を反り上げて修行する僧侶が乗っているんです。まあこれは様々な言われがあるそうですが、修行を積んだ人にも菩薩となって活躍できるという願いが込められているんでしょうか。私も詳しくは分かりません。またもう一つ、その菩薩たちが乗っている蓮台という孫悟空でいう金刀雲のような乗り物ですね。25菩薩なのでもちろん人数分の蓮台があるんですけれども、その中に一つ誰も乗っていない蓮台が掘られて壁にくっついているんです。それを見つけるのはなかなか至難の業と言われていますが、ぜひ見つけてみてください。その蓮台は参拝者が乗る台と言われているそうです。善光寺は非常に広くていろんな仏像がいて見どころがたくさんありますが、25菩薩見落とさず、ぜひじっくり見ていてください。信じるか信じないかは